大阪の府立大学と私立大学が統合した大阪公立大学が今日開学しました。今朝は杉本キャンパスで新しい大学の名前が入った看板の除幕式が行われました。大阪公立大学には12の学部学域などが設けられ、学生の数はおよそ1万6000人、学部入学の定員数は国公立大学では大阪大学、東京大学に次いで3番目の規模となります。先輩方の今まで受け継いできたその大学の良さとか伝統とかを自分たちも生かしながら新しいものを作り出していく、そういうことに力を入れていきたいなと思います。